黒田雄介のレディオクロームレディクロームはい、皆さんこんにちは。いかがお過ごしでございますか。恵庭在住シンガーソングライター黒田雄介でございます。本日は7月31日月曜日ですね。7月最後の日でございます。本日月曜日にお聞きの方は生放送でお送りしております。またね、あのスタジオの中で短パン半袖、サンダルでございます。言わなければ分かんないんですけどもね、隠すのもなんだなと思いましてで、あの深夜の12時半もしくは8時5日土曜日にお日あ土曜日のお昼にお聞きの方は再放送となっておりますね。どうぞお気のメスママにねお付き合いいただければと思うんですけれどもね。まあまあまあ暑いですけれども、どうですか、外はなんかべちゃべちゃになってましたね。雨降ってましたね。でもなんか雨降った方がまだ涼しげな感じがしますね。なんかなんだろう、雨の降る前が一番なんかこうこもってね、いやな感じになるじゃないですか。あれよりはいいかななんて思いながらね。でもこれ出かける時に傘が必要になったりとかね、なんかこう二律背反みたいな、なんかこうどっちがいいんだか分かんねえわっていう感じですけどね。まああの本当ね、でもこの涼しいとはいえこのべったりしたので、やっぱ熱中症とかそういうのも結構あるんでしょう、きっとね。このべとっとしたので、だからね、暑さ対策っていうのをねやっぱり、ね、していかないと、結構ね室内でも熱中症で倒れる方とかね結構聞きますから、本当ね、気をつけていきたいというところですね。この間あの母ちゃんとね、ちょっと母ちゃんとの話になりますけど、母ちゃんとあの電気屋に行きましてですね、あの首を冷やすネッククーラーってありますよね。あれいいんですよ。あれね、どんだけ暑くてもね、あの動脈をキーンとね冷やすんです。冷やしてこう流れる血を下げるっていう、流れる血の温度を下げるってやつなんで、熱中症に非常になりづらいという効果があるの、僕はあの仕事とかでね使ってみて立証してますから。ほんと僕ね熱こもりやすいんですけど、それ使った途端あら不思議、倒れないじゃないっていう風になりまして、ただあの扇風機とかと違って直接あー涼しいってやつじゃないんですよ。あのね、首のところは冷えてるんだけど、これなんかのシステムで電気を流すと鉄板の片方側はすごく熱が出て熱くなって、その逆がね、その逆側がすごいキンキンになるっていうシステムなんですね。なので熱も出てるんですよ、首元で。こう表面、首の表面のところに鉄板がついてて、そこはすごい冷えてんだけど、そのすぐ逆側が熱いわけです。だからね、体感的にはね、どっちかといえば熱いんですだからあの涼しいっていうのを味わいたい方が買うとがっかりするかもしれないんですけどね。でもあの本当に物理的にはちゃんと熱中症にならないですから、本当暑くてどうしようもなんねえんだ、倒れそうなんだって方はね、ご購入をね、考えてみてもいいかもしれないですよ。ホーマックにいっぱい売ってましたフォーマックですどうぞあのご検討いただければと思いますけれどもね、そんなこんなで張り切って、本日も張り切って元気よくやっていきたいと思いますけれども、いつもだったらですねここであの曲を流すところなんですけれども、あのですねちょっといろいろいただいてまして、これはちょっと紹介せざるを得まいというところがちょっと2つほどございますね。はい、音楽も終わりましたところで、ここからはあのフリーで話していきましょう。ですね、まずはこれはハッシュタグ投稿というやつでございますね。ですね、これは僕の番組宛てでは本当はなかったんですけど、ハッシュタグで入れてくれてたので読みますね。里山京子さん、ありがとうございます。メッセージをこの番組にもくれるお客様でございますね。ありがとうございます。その方がですね、ファンフリっていう、ファンシーフリーなおもちゃ箱っていうですね、火曜日火曜日14時か、2時から1時間番組をやってる、山ちゃんという人がですね、パーソナリティですか、をやってる番組で、これは多分つぶやいてたのかな。うん。そこで、モジョハンド、エニア駅前のモジョハンドですね、モジョハンドでオムカレーを食べようと注文したら、隣に座っていた黒田雄介さんに、オムカレーの卵の部分だけ全部持ってかれるという夢を見て起床しました。いや、卵をね、うん。で、その後にね、
さすがファンフリでは卵マスターな黒田雄介さん。そう、謎にね、僕卵マスターっていうね、何も詳しくないのにそういうキャラになってるんです。あのそういうメッセージをくれるリスナーの方がいらっしゃるんでね、そのやり取りは面白いんですけど、なんかこう僕は全然卵のこと詳しくなくて、そのリスナーの人の方がねすごい詳しいんですけどでもなんか卵マスターってなってるんですね。で、夢の中で山ちゃんにやめなよと言われながら私の卵全取りしていくとはさすがだな。それね、卵マスターでもなんでもないですかそれもう いやしん坊です。ただの卵マスターはそんなことしない。あなたの卵でしょって、卵って大事だよね、食べなよって言うと思うんですよ。でも俺卵持ってきてどんなイメージなんですか、俺脇岡さん、これやめてくださいよ本当にね、本当に。あ、ひろじいさんもくれましたね。安心してください、履いてますよ当たり前じゃないですか、聞いてますよかと思いましたわ。履いてますよって書いてるじゃないですかいや、ありがとうございます、ひろじいさん。もうまさにひろじいさんからのねメッセージ今読もうとしてるんですよ。そうそうそう、あのね、すごいの、なんかすごいたくさんくれて、なんかね、実は僕何を隠そう、まあ別に隠してないですけど、トランスフォーマー好きなんです。で、映画が8月4日に公開になりますね、トランスフォーマービースト覚醒。それにそれをね、あのひろじいさんね、あのこれあれですか、前倒しで見れるなんかあるんですよね、先行上映だかそういうような試写会っていうんですかこれは、うん、それを見に行ってくれたらしくて、に行ってくれたというか見に行ったんですね。ひろじいさんも好きだったことなのかな。それでそれのレビューをですね、封筒に入れて局に置いててくれて、レディクローって書いてあって、裏側に可愛いテープでね、あの可愛いマスキングテープで、封のしてある、パンダのね、パンダの可愛いスタンプが押してある女の子かしらと思ったらひろじいさんだったんですけどねそれ可愛らしい封筒の中にね、何が出てくるかって言ったら、トランスフォーマーの物々しいね、こう何これパンフレットみたいなのが2枚入っててねいや、んでメッセージというかたくさん書いてきてくれますんで、これを読んでしまいましょうね。なので本日の一曲は流さずに今日はいきますよ。で、そもそもトランスフォーマーとは何か、リスナーさんに対してというところですね、トランスフォーマーとは日本の玩具メーカータカラから発売された変形ロボット玩具。そうですね。で、海外で大人気に、うん、アメリカでテレビアニメになったと。その後日本に逆輸入。あーなるほどね、そうなんだ、俺これ知らんかったわ。おもちゃが発売されて、で海外でアニメになって、それが日本に来たんだ。アニメ作ったのはアメリカなんですね、なるほど。でその後2007年から、そうですね、スティーブン・スピルバーグが、で監督マイケル・ベイ、実写映画化で CG でね、あれがすごかったんですよね、本当僕の中ではですけど。で 1,2,3,4,5,6 5作品プラススピンオフのバンブルビーってやつで6作品が公開。これ大丈夫ですか、聞いてる人需要あります、皆さん需要ありますか。ないです、ひろじいさんこれないですわ需要ないですわこれ。でも読みますよ、いただきましたからね。で感想をいただいてます。感想、8月4日から公開になる最新作トランスフォーマービースト覚醒は新シリーズ始動的な作品になってるんで、今までのシリーズを全て見なくても楽しめます。そうですよね、どっからでも見れるんですよこれ。そう、内容がね薄いから何が言ってね、ロボットがかっこいいだけだから、これは僕はそう、僕もそっち派なんですけどね。まあ第一作見ることで映像技術の進化を感じる、それはありますよね。うんうん、あまり話すと、おいおいひろじ、俺はこれから見に行くんだよとこれちょっと長いな黒田雄介にボコボコにされるのでこの辺でって、しないですよそんなそんなことはしないですよ。でも要所要所にリスペクトとか、最後マジかっていうサプライズが用意されているということですね。もちろん見に行くキングの感想を楽しみにしています。僕が見に行く大前提っていうのがすごいですね。僕にも一応スケジュールがあるんですけど、行くかなどうかな、まだ後になるかなと思いますけどね。で近隣ではイオンシネマで苫小牧のディノスシネマズで見れますよというふうにいただいております。ここに、ね、最後の中書きでね、これで10分を話せるでしょうっていうふうに書いてるんですよね。あのひろじさん30分番組なんですよ10分って3分の1なんですよねこれだからね、でもこれいただいたのが嬉しいのでね、本当ありがたいので、ちょっと読ませていただきました。さあそれでですね、そうこれ見に行くかどうかは定かではまだ僕はないですけども、こういう風にされたらもう見に行くしかないじゃないですかひろじいさん。あのあれですよ、ちゃんとレビュー
しますよ多分面白かったですとかそんくらいしか言わないかもしれないですけどいやというわけで、次のコーナー、これ結構時間使ったね、もう40分だもんね。よし、いくぞ。いや次のコーナーでは行ってみましょう。これでこうかけてええか、こうこうこうしてええか、よし行くぞ。引きまくれ。はい、エレキギターでございますよ。今日はですね、ちょっとお聞きの通りと言いますか、お分かりになるかもしれないですけど、鼻がなんか詰まっております。なのでちょっとお聞き苦しいかもしれないのでですね、歌いません。ギターを弾きます。ギターのね、アンプとかね、エフェクターたくさん持ってきてるんです。それをね駆使して、ちょっといや席も移動しながらですね、ずっとギターを弾きながら喋っていたんですけれども、暑いですな。ちょっともう40分か、じゃあ46分、なるほどね、まあまあまあちょっとは話せるか。ですね、何をやるか。僕はかねてから好きだ好きだと言ってやまないエクストリームというバンドの、ヌーノベッテンコートというね、噛んじゃった、好きな人の名前噛んじゃった、ヌーノベッテンコートというですね、長ったらしい名前の方なんですけど、すごいかっこいいんですよ。その人が大好きで大好きで、その人のギターのねこう練習をたくさんたくさんしてきたんですけれども、でこれトランスフォーマーといい、今のヌーノベッテンコートといい、あんまりこれね皆さん知らないですよね、絶対ね。知らないことばっかりやってね、申し訳ないんですけどね、これ知る機会の気になってくれればという気持ちで、という体でやらせていただきますけれども、その人の、これは何だろうな、曲でもあるし、まあ、ライブでギターソロのコーナーっつって、ヌーノがやってた感じ、それをね、ちょっとやりたいなと思ってね、私の、一存というか、わがままでございますけれども、そちらの方をねちょっとやってみたいと思います。ちょっと結構ねなかなかのギミックがあるんです。普通にねこう今からやるやつね、途中からすんげえ速いの入るんですけど、それはギミックです。こういうのをギレっていうねのかけると、これすんごい速く聞こえるでしょ。これ2分の1でしか弾いてないですから、そういうギミックもちょっと説明しきれないですけどね今、いろいろ織り込みながらの感じになりますんで、じゃあヌーノベッテンコートが弾いてると思って、あれヌーノ下手になったなって思う人もいるかもしれないですけどちょっと聞いてくださいね。それではちょっとこれもかけようか、これもちょっとかけようか、これかかっているのか、かかってますね。よし、じゃあヌーノっぽく、ここからですよ。
てるぜ、流れてないぜ、流れてないぜ、これを上げ忘れてるぜ、よいしょ、危ねえよ、聞かせていただきました。あー疲れた、これは、いろいろ混じってます。ヌーのベッテンコートという人がエクストリームのライブで、ソロを弾いてたやつですね、ソロタイムのやつを、やった後にヒーマンウーマンヘイターっていう曲があって伝えきれない、そういうのをやりました。これヌーノがやってたやつですね。知ってる方は、知ってる方は分かってくれるのかもしれないですけど、何人が知ってくれるんですかね。まあまあまあちょっとね汗だくになってやりましたけど、まあちょっと時間もね押してるということで次のコーナー行ってみましょうかね、うん、でまた次のコーナーの準備もまたできていないっていうね、これが良くないですよ。これをこうしてちょっと待って、本当に暑いなマジで暑いな。でね今ねなんか僕のあの隣のスタジオでねお子様がたくさんいらっしゃいます。なんか多分俺の方はあんま見てなかったかもしれないですけど、なんか一人で勝手に緊張してましたね今ね、謎にね。よいしょ、よし、では次のコーナー行ってみましょうかね。うん、こうでこうのこうしてこう、よし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 、それでは行ってみましょう。マンスリーバースデーミュージシャン、to be your pride and joy、you used to take me dancing。 はい、聞こえてまいりましたのはこれは
クイーンでございます、マンスリーバースデーミュージシャンでございますね、このコーナーはその月生まれのミュージシャンを一人ピックアップいたしまして、伝説や逸話、曲などを掘り下げて私自身の勉強も兼ねてですね、僕も結構勉強不足なとこございますから、ですからリスナーの皆さんとね情報を共有していければいいんじゃないかなっていうコーナーでございますね、私の一方的な思いでございますけれどもそういうコーナーでございます。今月はこの方なんですけれども、まあ、クイーンといえば、まあ、フレディ・マーキュリー、そしてブライアン・メイ、そうですね、今回の、今月の方はブライアン・メイさんなんです。1947年7月19日生まれ、これも76歳ですね。で今月ですね、普段の月はだいたい4週なので4回で終わるんですけど、今回5週なのでね、ギリギリ31日ですから第5回ということで、今回が最終回になりますけどもね、なんていうかブライアン・メイさんね、今の始まった曲はね、これはね、アルバムジャズっていうアルバムがあって、そのアルバムに入っているドリーマーズボールというですね、あ、こういう曲もあるんだなという感じというか、でも始まり方があれはブライアン・メイですね、あの音はブライアン・メイのギターの音だなっていう感じです。こう多重録音でね、なんかスライドを使ってるような不思議な音っていうんですかね、あれがブライアン・メイだなって僕はイメージなんですけど、違うぞっていう方いたら教えてください。それはほんの一部であってみたいなことがあるんであればちょっと教えていただきたいですけどね。でこのジャズってアルバムね、1978年発売の7枚目のアルバムなんだそうです。で僕はこの年に生まれたんですよ。でこの年にできたアルバム、いやなんかねちょっと最後に取り上げるには、あ、これいいかなと思ってね、このアルバムいいかなって、その中に入っていた曲でですね、あ、これマジか、こんな前の曲だったんだっていう曲なんですけど、これ知ってますかね、タイトル Don't Stop Me Now っていう、クイーンファンの方ならおーそうそうあれねっていう、知ってる知ってるっていう方がばっかりだと思うんですけども、これカップヌードルかなんかの CM に使われてたと思うんだよな、すんげーかっこいいです。というわけでそちらを聞いていただきましょう。アルバムジャズ、1978年発売のクイーンの7枚目のアルバムより Don't Stop Me Now 聞いていただきましょう。 I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.ね、聞き覚えございますでしょ、ハバナグッタイムつってね、うまく歌えないけどすごいかっこいいですよね。これ僕それこそ知らなかった曲が多かったので、ちょっと前、何年か前の CM で流れた時に、こんなかっこいい曲あったのみたいな、ほんとね、勉強不足だと思ってますけどね、まだ知らない曲僕も多分まだまだあると思うんですよ。これからもクイーン聴いていきたいなと思いました。本当にね、1ヶ月にわたってマンスリーバースデーミュージシャンブライアン・メイさんをね、取り上げてきましたけれども、本当に、メイさんありがとうございます。メイさんとは言わないのかジブリみたいになっちゃいますね、メイさんブライアン・メイさんですね、本当にありがとうございました。これからも聞かせていただきますということで、というわけでマンスリーバースデーミュージシャンのコーナーでございました。
送りしてまいりました。黒田祐介のレディオクロームに略してレディクロでございますが、7月31日、今回第29回目でございました。お別れの時間がね近づいてまいりましたけども、来週で30回目なんですね。30回、でもどうなんだろう、そこで30回記念ってなんかやるのもキリが悪いような、50ぐらいでなんかね、50回俺やったぜっていう風にできればいいかなとは思ってるんですけどね。そしてハッシュタグ投稿いただいてますね、ありがとうございます。あ、ひろじいさんありがとうございます。卵泥棒か、違いますってだから卵泥棒ではございません。はい、で知ってることばっかりやってるラジオ番組もちょっと、まあそうなんですよね。ただ知らないことが連続するのも怖いなっていうふうに思ったっていうところでございますね。お、すごいね、生ライブなんだよね。これは何だろうかな、演奏してるやつですか。一応間違ったりいっぱいしましたけど、一応頑張って生で弾きましたよ。そうですよ。で子供たち怖がらなくていいよ、ただギター弾いて歌を歌うお兄さんだから、うん、大丈夫、こっちを 見てないです。向こうでね一生懸命何か一生懸命やってる、集中してる、さすが子供の集中力って素晴らしいですね、うん、少しだけ見てほしいって気もありましたけどまあそんなね自分の欲はいいんですよ。そういうわけで、ひろじいさんたくさんありがとうございます。メッセージもねありがとうございます。あときょこさんもねハッシュタグね、とメッセージの方もねありがとうございました。そして、56分ですね今、うーん、これはちょっと先ですがライブがしばらくないんですよね。なんですかちょっと告知をね2つ、8月19日平岸フライヤーパーク、こちら土曜日ですね、これ7時半オープン8時スタートでございます。そしてもう一つが8月25日金曜日エニワモジョハンド、これが7時スタートで3000円ワンドリンク付き、この2つに向けてちょっといろいろ蓄えていこうかななんていうふうに思ってる感じでございます。そうですね、もうちょっと痩せたいな俺CD 作ろうと思ったけど全然できないですわ。やんないとね、なんかちょっと鼻とかもおかしいですからね、ちょっと頑張っていかなと思ってるんですけども、それではありがとうございました。この後も引き続き FM にはお付き合いくださいませ。次は塩谷かおるさんのラジアスが始まりますのでね、どうぞ最後まで聞いていってくださいませ。では皆様の、幸せの多い一週間に、ね、なるべくなりますよう祈っております。お体などのね、お体などご自愛くださいませ。それでは黒田祐介のレディオクラム、ここまででございます。また来週ということでありがとうございました。